皆さん、おはようございます。マーティン、ダーヌミヤクーバキングテクです。キングテクのリカー、微生物の種類。これ、細胞は、最近はですね、直径1、アンミューメートルだけくらいの、持つ、大きさを持つ単細胞生物だそうです。これとは異なって、持たないのが幻覚細胞だそうです。この幻覚生物、いろいろあるけどもね、はい。まあ、役割が果たしたのは、役割が果たしたのは、今後生物、シアノバクテリアとか、いろいろ、昆虫、 混沌菌がいるそうですね。目立ちません。カビやキノコの仲間は菌類。これね、真空、真核細胞ができて、これが真核生物です。原生生物は、まあ、どういうものかというと、ゾウリムシア、アメーバーだそうです。はイクロメントでしたっす。まあ、微生物もそうですが、発酵食品いろいろありますね。醤油とかいろいろ。カビにくいものですね。はい。 ヨーグルトとかはまあ前も話したのでここはカットします。というわけで微生物の話でした。バイバイ。